今回紹介するのは「発達障害サバイバルガイド」「当たり前がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47」という本です上手に休むことも含めた頑張らなくていいライフハック術全体として医師の力に頼らず環境を変えて生活を快適にしようというスタンス多分誰が読んでも 何か知らるるものはあると思う特に役に立ちそうなのは「上手に休む」「頑張らないためのヒント」「休むは意志の賜物で」「頑張るはむしろ惰性なのです」という言葉に刺さった追い詰められた時に「頑張らなくていい」というユルフはエッセイを読んでも壁に向かってぶん投げたくなるだけだが「頑張らなくて済むなら苦労しねえよ」と実は思考停止で。 頑張るを選んでいるんだよなぁと薄々感づいていたから頑張れという精神論も嫌いだが頑張らなくていいという精神論もまた苦しいのだ頑張らなくていいライフハック術に感謝。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします